それではこちらの文献を紹介させていただきます。こちらの論文は EMNLP2019 にアクセプトされた論文になります。文法曖昧訂正では、学習者コーパスの規模が小さいため、擬似的に誤りを生成してそれを訓練データに加えるっていう方法がよくやられています。疑似誤り生成の手法は、いろんな手法が提案されているんですけど、どれがどういう時に最適なのかっていう調査が、まだされていません。そこで、この論文では、以下の実験を行って、知見を得ようということをしています。一つは疑似誤りの生成手法の比較で、もう一つは、疑似誤りを生成する元となるコーパスの選択で、最後に、その疑似誤りで生成したデータの、使い方の比較をしています。で、最初になんですけど、この、これからの実験を通じた、実験設定の話を先にします。でモデルは、トランスフォーマーのビッグを、共通して使います。で BPE8000 を使用します。でデータセットは、表にある通りです。基本的には BA のシェアタスクで使われたトレイントバリドを訓練データとして使うんですけど、疑似誤りを生成するための、モノリンガルコーパスで、下の3つの大規模なコーパスを使用しています。でまず、疑似誤りを生成する手法ですね、ここでは大きく2つの手法が言われています。で左側は、バックトランスレーションを用いた疑似誤り生成手法で、最初に、正しい文から、間違えた文の、方向で、モデルをトレインしてあげて、そのトレインしたモデルを使って、その単言語コーパスの正しい文をそのモデルに突っ込んで、あえて間違いの文を生成してあげて、でその生成された文を、訓練データに加えるっていうことがバックトランスレーションです。右側は、モデルを使わずに結構シンプルな方法で、きれいな文を入れたら、それに対して、ある単語ごとに、マスクをしたり削除したり挿入したり何もしなかったりっていうふうな、各操作の確率に従って、ノイズを生成してあげるっていう手法です。で、いきなり実験結果なんですけど、バックトランスレーションのサンプルって書いてあるのが、デコード時にノイズを付与しない方法で、バックトランスノイジーは、デコード時に、あえてその出力の順番を、ビームサーチの時にちょっと出力の順番を変えてあげるっていう風なノイズの生成の仕方を加えています。でダイレクトノイズはダイレクトノイズで、こういう割合の確率を使って、実験しました。で学習者コーパスの訓練データに加えて疑似誤りデータを足し合わせて訓練した結果がこちらの表になってて、この表からだと、ダイレクトノイズの方がバックトランスレーションの手法よりも、微妙ですけどスコアが高いという結果になりました。で、次に、シードコーパスの選定なんですけど、候補としてウィキペディアとシンプルウィキペディアとギガワードの3つのコーパスを比較します。ウィキペディア、シンプルウィキペディアは、大規模であるんですけど、学習者コーパスとのドメインとは離れているっていう風な感じ でギガワードは、ノイズが少ないらしいです。でサイズは 1.4 ミリオンに統一してて、その結果がこちらで、結論から言うとコーパスの違いによって、そんなにスコアの変化がなかったっていうふうな結果を示しています。
次に、生成した疑似誤りデータをどうやって訓練データに使うかっていう話で、ここでは2つのパターンを考えていて、左側のジョイントは、学習者コーパスに疑似誤りした、生成したデータを足し合わせて一緒に訓練するっていう方法で、右側はプリトレインで、疑似誤り生成したデータで、モデルをプリトレインしておいて、その後から、学習者コーパスでファインチューニングするっていう方法の2つを検証します。で、まあ、その結果がこちらで、まずプリトレインとジョイントどっちがいいのって話は、プリトレインの方がスコア的には高いっていう結果になっています。でそれから、上のグループは、疑似誤りデータを 1.4 ミリオンにして、で下のグループはそれを14ミリオンに増やしたっていう結果なんですけど、14ミリオンに増やしたことで、まあ、全体的にスコアは上がっていて、で特にプリトレインの方がすごくスコアが上がっている、逆にジョイントはそんなに上がらないっていう結果でした。であと先ほど、最初の実験だとダイレクトノイズの方がスコア的には高かったんですけど、プリトレインの方で、訓練するとバックトランスレーションの方がスコアが高くなるっていう結果に、立場が逆転したっていう形になりました。それから、疑似誤りを生成するデータの量によるスコアの変化です。でバックトランスレーションとダイレクトノイズの2つの手法で、データ数を 1.4 ミリオンから70ミリオンまで変化させた時の、グラフがこちらで、ダイレクトノイズの方だと30ミリオンぐらいで頭打ちになってしまうんですけど、バックトランスレーションの方は、データを増やすごとにスコアが伸びていくっていう風な形になっています。で、バックトランスレーションの70ミリオンのデータ数の時が一番スコアが高い状態になっています。で、これらを踏まえて、これまでの既存のステートオブジェアートなモデルと今回のモデルを比較します。で、ここから提案しようなんですけど、プリトレインラージっていうのが、ギガワードのコーパスで70ミリオンの記事データを生成した後にプリトレインした手法の結果で、その下にいくつかそのテクニックを加えているんですけど、SSE って書いてるのが、なんかノイズ、疑似誤りデータを生成するときに、これまでは単語レベルで削除とか挿入とかしたんですけど、キャラクターレベルでも、削除とか挿入とかいう操作をしてあげるっていうのがここで SSE で、R2L ってやるのが、逆向きですね、文末から文頭の方向に、トランスフォーマーを学習してあげて、そのモデルの出力をリランキングに使うっていう手法です。で最後 SED ってやるのが、入力文を入れた時にそれが誤りを含むか含まないかの二次分類をする、分類器をの出力を組成に加えるっていう手法です。で下から2行目の、SED を使わない方がスコアが高くなって、でこのスコアが、既存のモデルより高い性能を示したっていうふうな結果になりました。はい、まとめです。疑似誤り生成手法の調査のために以下の3つの実験を行いました。で結果的には、シードコーパスとしてギガワードを使った方がいいっていうのと、バックトランスレーションで、大規模な疑似データを作ってあげてそれをプリトレインしてファインチューンするっていう方がいいっていうことが、明らかになりました。
この手法自体はモデル自体をいじるわけではなくてデータの方の、あの変化の話なんで、モデルを変化させることなくてステートオブジェクトを達成することができました。以上で終わります。